FC シビルノボシビルスクは、ロシアノボシビルスクを本拠地としていた、サッカークラブ。なお、同国には、同名のアイスホッケーチームも存在する。1936年に創立されたブレベストニク、ノボシビルスクが、クラブの前身数度の名称変更を経て2006年に、現在のシビルノボシビルスクの名に落ち着いている。2009年、 ロシアファーストディビジョンで2位となりロシアプレミアリーグへ初の昇格を果たした。2010年のロシアカップでは準優勝という結果を残し優勝チームのゼニドが UEFA チャンピオンズリーグへ参加するため UEFA ヨーロッパリーグへの出場権を獲得。2010年8月6日に行われた抽選会でオランダの競合 PSV アイントホーフェンと戦うことが決まった。 同月19日に行われたホームの試合では PSV に終始押し込まれる展開が続いたが終了直前のロスタイムにゴールを上げ1から0で勝ったアウェーでは5から0と惨敗3月に開幕したリーグ戦では序盤から苦しい戦いが続き終盤になってもそれが変わることはなく最終順位は最下位の16位わずか1年でロシアプレミアリーグを去ることとなった 2018から19シーズンは、ロシアファーストディビジョンを18位で終え、3部に降格することが決定し、プロライセンスを申請しないことを決定した。その後新たに、FC のボシビルスクが設立された。なしなし。ありがとうございます。